実に穏やかだ。かような地があるとは。鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいり。ダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神鹿は武士ではない。口を割らせるか。神鹿はどこだ？先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ！殺したくはない。諦めろ！
よし、一騎打ちを申し込む。この俺と、はあ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。痛くねえ、コウさんだ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む、五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め、女衆にも知らせねば。酒井様、お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。